こんにちは、快適アートです。今回のサードチャンネルの動画は花のスケッチをしていきます。先日メインチャンネルの方で公開した顔彩で描く花の絵の下絵の作業です。最初はこんな感じで大体の紙の比率でエスキースっていう小さな絵を描いていきます。今描いてるのはポピーの花の配置なんですけど、最初に決めるのはテーマと配置と、あとはそのモチーフの数とかです。で、こんな感じで真ん中の線の交点とか、あと斜めの線とか、そういうところにこうモチーフがあんまり重ならないようにというか、あの変なところに位置が来ないようにした時に、まあ、モチーフ何個くらいかなっていうのを最初に決めます。まあ、この段階ではあの最終的な絵の大きさではないので、その後こういう風に自分の描きたい大きさでスケッチをしていきます。私の場合は割と構図を意識するというよりかは自分の描ける大きさっていうのが大体決まっていて、実寸大以下になるととても難しくなるっていう自分の癖がありまして、それで割と大きめに描く方だと思います。例えばそのめっちゃちっちゃい絵とかを描くっていうのはちょっと苦手で、まあ、なんでかっていうと筆の先っぽの大きさってもう決まってるじゃないですか。そうすると自分の描きたい解像度にするのに、あのある程度解像度を上げていくと面積が必要になってくるっていう感じなんですよね。やっぱり小さすぎる絵っていうのはその解像度を上げようと思うとすっごいちっちゃい筆とかを使わなきゃいけなくなるので、まあ、それよりかは大きく描いてしまって、あの筆の大きさを適当なものを使うっていう方がやりやすいかなと思います。なのでどうしてもこう卓上で描く作品としては、まあ、この拳台よりちょっと小さいくらいの花ぐらいがやっぱりベストな感じがしてて、そういうお花を描くことが多いと思います。これはポピーのお花なんですけれども、まあ、こういう風に結構ラフな線から始まって線画を意識して後で描いていくっていうような描き方をしています。あの陰影で描いていくタイプの人とか、あとは最初から線をクロッキー的にこう線だけで描く人とかもいると思うんですけど、まあ、順を追って説明するとこんな風に丸く描いてから特徴的な部分の位置ですね、それを把握するために線とか円とかそういうものを使って描いていきます。今描いてるお花はちょっと形がいびつで難しかったので、この描き方で言うとあの点をたくさん描く描き方で描いています。点をたくさん描くっていうのは、だいたい点ってどの位置に打つかというと物の始まりと終わりとか、あと物の長さの真ん中とか、あとは線と線の交点みたいなところに特徴の点を見つけて、それを測りながらデッサンしていくっていうのが基本なんですけれども、あのこういうザクッと描きたい時っていうのは感覚的に鉛筆をバーッと動かして、その動かした中でしっくりくる点にこう力を入れていく感じですね。こう鉛筆はずっと動いてるんだけど、なんかここしっくりきたなって思うところに点を打っていく。で、打った時にあなんか違和感があると思ったらそれは消すっていう風にして、まあ点とか線を打ってしまってから消すかどうかを決めた方が、最初から何もないところに線を描くかどうかっていうのを決めるよりかは簡単だと思います。あの下書きって別に何回でも書き直せばいいっていう感覚で書いてるので、私の最初のスケッチっていうのは結構汚かったりします。
ただその勢いで描いた線っていうのは割と次の日見るとやばいことが多いので、1日スケッチを置くっていうのを最近は基本的にやってます。勢いでそのまま塗っちゃうと次の日に後悔するパターンって結構あるので、まあ一回描いてから次の日見て違和感があったら直すっていう作業をする方が失敗は少ないかなというふうに思います。次はチューリップの方を描いていきます。こっちも大体の花の数とか向きとかをこのエスキースっていう小さな枠でやっときます。このエスキース自体も4個とか5個とかなんなら10個とか描く人もいるんですけれども、まあ、自分の場合はもう大体その描き始める前1週間前くらいから大体こんな配置にしようっていうのはもう頭の中で決まってるので、まあ、多くて3個とかぐらいが多いですかね。これ八重咲きのチューリップですね。ちょっと参考画像を自分の携帯から探してて難しすぎてやめましたね。でこれが普通のチューリップの参考画像でも最終的にはこれを描きましたね。これはチューリップとムスカリが一緒に写ってるやつで、こんな感じでチューリップも、まあ、ある程度こうシワとかも描いてるんですけども、これは例えば絵の具の流れというか、まあ、にじみの流れみたいなのがどうなってるとリアルかなっていうのが分かりやすいように描いてます。なのであんまりそうだな、転写するときはあんまりこの線はたくさんつけません。で転写は鉛筆で塗った紙を下に敷いてやるんですけど、あんまり線画が多すぎるとやっぱり絵の具で溶け出してまあちょっとこう暗い色が出てきちゃったりすることもまあ稀にあると思うので、まあ、線画は最小限になるように描いています。で大まかな形を全体的に緩い線で取れたらこうしっかりした硬い線で輪郭線を描いていくっていうような感じで描いてます。ヘタ馬になるにはどうしたらいいですかみたいなことを聞かれることが稀に何回かあったんですけれども、私もこの花のデッサンとかは割とラフになるように描いてるんですよね。その正確な形ではなくて、あ、お花のここがチャーミングだなと思ったそこを強調してたりとかはします。
そのヘタ馬って何かっていうと、多分その強調の仕方に癖があるだけなんですよね。なのでヘタ馬になりたくてなるっていうのはちょっと間違えてて、多分あのヘタ馬になっちゃった方がいいっていう、あのだから私もラフにならないといけないのにしっかりと形を描いてしまったっていう、これが個性であって、あの作りたくて作るものではないっていう風に考えてもらった方が多分いいんじゃないかという風にいつもあの回答してます。まあいつもって言っても多分3件4件くらいしか多分そういう質問は今までないんですけども、あのたまに来るんですよね。で私もこう緻密にリアルに描くっていう癖というか、そういう好みを壊したい時っていうのはあるんですけど、まあ、あえては狙ってしない方が自分はいいってなりやすい気がしてます。まあ、今回私は狙ってラフにしようと思って緩い線を描いたんですけれども、まあ、結果的には緩くならなかったっていう実験結果が得られました。やっぱりこのなんかこう出ちゃう特性の方が魅力的かなっていうふうに思うので、まあ、あえて何かその自分が目指しているものを作り出さなくてもいいかなと思います。でこんな感じでできたらこれを切ってしまいます。あのスケッチブックはもうこういう風に切り取ってさらに細かく切るっていうところから私は始まるので、あんまり綺麗な状態で残ってないですね。で最近はこれをさらにパソコンに取り込んでいきます。なのでこれもまあ言ったらちょっと不要になっちゃうというか、まあ新しく紙に作り変えるっていう感じで使ってます。パソコンを使うまではこのまま貼り付けてやってます。ただそうするとのりとかで貼り付けても、あのなんか使ってる間に飛んでくっていうか剥がれてどっか行っちゃったりとかしてたんで、最近はパソコンで一回取り込んで1枚の紙にして出すっていう風にしています。これが一応あの実際のサイズですね。 SM サイズ、サムホールっていうサイズで描いてるんですけども、そこにこの描いた花を入れると、まあ、どういう感覚かなっていうのをパソコンに入れる前に確認します。これはあのさっき言ってた筆の大きさとか自分の描きたい解像度に合うかどうかっていうのは、結局はその目の前の大きさじゃないと測れないので、まあ、一回はパソコンに入れる前にこういう風にあの自分の感覚と合っている大きさなのかどうかを確認します。でこの段階であちょっと大きいなとかちょっと小さいなってなったら、まあ、それに合わせてパソコンの方で比率を変えたりしています。これがスキャナーなんですけれども、今後も機材を、ね、アップグレードしながら自分の技術もアップグレードしていけたらなと思います。この線画を透過して、その線画レイヤーみたいなのにして一個一個調整できるようにしてからやるんですけれども、実際にやると結構ぐちゃぐちゃになってたくさん切ったりしないといけないんですけれども、まあ、そういうことがないので最近はデジタルで全部やってます。でこのお花は奥の方がいいなとか、このお花は手前がいいなってなった時に、手前の方はちょっと大きく、奥の方はちょっと小さくとかも、その縮尺を変えるのがすごくデジタルは得意なので、それを本当は鉛筆でするとめちゃくちゃ大変なんですよ。あのこれこのお花5ミリ小さくしようと思ったら全部書き直しになっちゃうのでめっちゃめんどくさいんですけれども、パソコンだとこういう風にこういうね、今歪み変形っていうちょっとこいつ歪ませようっていう、そういう変形とかもめっちゃ簡単にできます。
まあ、こんな機能を知ってしまったら、ああデッサン狂ってる、歪んでるっていうのはまずあんまりなくなりますよね。ただ直すのが簡単っていうのは逆に気づいた時にすぐ修正できるので作業効率がいいのと、直すっていう作業をしっかりできる。なんかやっぱ鉛筆で書いちゃうと、あなんかいっぱい書いたのにもったいないなとか思ってそのまま行こうとしたりとか、あんまり大きく変更すると他のところが狂っちゃうとか、まあそういう弊害があって、こう直すこと自体をちょっとまあサボるっていうことってあると思うんですけれども、まあ、デジタルだとめっちゃ簡単なので妥協なく直せるっていうのはすごいいいところだなと思います。でこの段階で花の配置が決まったら、こういう風に茎を描いていきますね。でここに背景に幾何学の柄を追加していきます。これもね、実際にやるといっぱい定規で測らないといけないのでめっちゃめんどくさいんですけれども、こういう作業もねデジタルでやった方がめっちゃ早いですね。四角を描いてこういう風に45度で、やってから縦横比変形みたいなのでひし形にしました。でこの背景の柄は実はフェンスからイメージを得ていて、このポピーの花っていうのを私が初めに名前を知った時に、そのポピーの花の向こうに金網のフェンスがあって、まあその金網のフェンスとポピーっていうのがすごく印象的だったのですごい覚えてるんですよね。それでこういう風な背景にしました。こっちのチューリップの方は、まあ、3つになったんですよね。最初4つの予定だったんですけれども、やっぱりこうチューリップって割と大きなお花なので、私の感覚的にはやっぱ大きさがこれくらい欲しいなっていう大きさがあって3つになっちゃいました。こっちは尻尾模様っていう私の好きな柄にしました。この丸の中にダイヤがあって、まあ、4つに分割されてるみたいなのがチューリップの花を上から見た時の様子っぽくなるというか、そう連想したのでこれを選びました。こんな感じでデジタルの下絵が完成したんですけれども、これを印刷して、それにさらに鉛筆でディテールを加えてから絵にしていきました。というわけで今回の動画では私がスケッチの段階、まあ、下絵の段階をどういう風に作成しているかっていうのを動画にしてみました。まあ、いつもはね絶対に見せないというか、結構細切れに作業してたりするので、まあ動画にはしないんですけれども、今回はまあ続けて作業することができたのと、あとはまあ1回はこういうのを公表してもいいかなと思ってやってみました。次のメインの動画でさっき描いていたチューリップの方の下絵の作品に上映層の岩彩の寒色系で彩色をしていくので、もしよかったら見てみてください。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。